はい、皆さんこんにちは。ピアノエア .com の石山です。声がひっくり返りました。大橋ピアノ、大橋最近ね、ちょっとこれ波があるんですね。まとめて入ってきて今4台あるんですよね。で、大橋ピアノというこの幻のピアノと一時言われてたこの3946台かな、しか3639か台しか作られなかったこのピアノ、もう中古ではなかなか入手できないというピアノだったんですけど、私がえらい宣伝してましてですね、大橋はすごいすごいということでやってるので、ポツポツと中古で出始めましてですね、手に入るようになりましたけど、今4台あります。この名器中の名器大橋を4台の中から選定できるなんていうのは日本全国どこ探してもうちだけだと思いますけどね。その最後に入った大橋、こちらにありますね。これはね、日本ペダルのこれ造形モデルですね。造形なので、これはあれですね、あの大橋畑岩さん、初代の大橋さんですね、お父さんの方ですね、が作られた時代のものだと思いますね。はい、製造番号はここに書いてあります。最近老眼で見えない2800かな。ちょっと今調べてます。一発撮りなんで後で答えが出ます。ちょっと読めません。2は読めるんですけどね。ちょっと社員の回答待ちということで、その間に撮影を続けたいと思います。大橋ピアノ D ですね。 D って書いてありますね。デジタルじゃないですよ、アナログですよ。ハンマーの状態はこんな感じですね。そこそこ弾いてはったみたいですね。はい、外装はですね、ダークウォルナットという形で、この濃いウォルナット、あの茶色ですね。だからパッと見たら黒かなと思うんですけど、よく見たら木目がちゃんと入ってますね。後ろのこの板のところ、ちょっと傷んでるみたいでテープ貼ってあります。これは、修理します。正直に全部ね、そこはお教えしますので、あのね、ちゃんとお見せしますので、その辺は安心してくださいね。製造番号、2589番ということで、回答が出ました。最近51になってですね、急に近くが見えなくなって、2589番ですかということです。そういう製造番号ですね。ここに製造番号があるいうことを知らない調律師も多いんです。だいたい触りませんからね、大橋を触ることってないのでね。じゃあ音を聞いてみます。あ、太いですね音。うわー、これはすごい、これはすごいですね。やっぱり天下の大橋ですね。響板が違うね、設計も違うし、まあディアパソンにね、その設計は受け継がれて、今もね同じように同じ設計でディアポソン作ってるんですけど、まあ大橋さんが自分でのみカンナで作ったというピアノなので、まあそういう価値ありますね。ちょっと響きをね、これ生で聞くとね、もう音のね、音圧っていうのがボーン来るんですよ、手前に。強烈ですよこれ。うわー、これすごい。